T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。前回は様子見で終わった印象ですが、今回は進めていきますよ。お願いね。ここはこんな感じで進めばいいですね。あ、あれ、今上に何かなかった。そうですね、何か見えた気が。あ、やっぱり。夜の時だけ現れるのね。でもこれ、取れなくないですか？そうね。一旦戻ってこないと取れませんね。こちらで夜にする必要があるわね。お、ろうそくがあった。これで取れますね。よし。問題なかったね。見つけた時点で勝ちでした。あ、無理か。結局一番下に。無駄なことをしてしまいました。ここはこんな感じで落ち着いて。あ、そこが落ち着いてるの。いい交代しちゃった。もちろん取る前に戻ってます。そうなるわね。あ、あれ、何やってるの。動かないんです。必死に動かそうとしてますが、コントローラーがつかない。切断されてるよ。どうやら一度切断されるとゲーム終了しないと再認識されないようです。そうなんだ。結局セーブ前に戻るしかなくなります。まあどうせ戻ってたし問題ないね。いえ、表面上は問題ありませんが、実はこの間に3回ほどやり直してます。マジかよ。何回も切断されるんですよ。その度にゲーム終了です。それは大変だったね。切ないです。プレイも雑になりつつあるわね。やる気が少しだけ薄れてます。当たるとダメージか。敵自身の特性がわからないわね。そうなんですよ。弱点などはわかりますが、敵自身が氷属性だと触っても大丈夫なのに、それがわからないのが残念です。ここからが新しいところですね。前回はあの穴に落ちたのよね。長い攻撃隊ですね。ようやく終わった。届かないの。お、セーブ。よかった。とりあえず少しだけ進んだね。夜じゃないと進めないか。
ああ。普通にフロストで行った方が良さそうね。みたいです。よし。落ちると戻されるか。悪魔城みたい。落ちてきそうね。壊せないのか。やっぱり落ちてきた。倒せないのかしらね。当たらない感じでした。お化けにも当たらない。あれは取れないよな。無理そうね。とりあえず進みますか。ただ交互になってるだけね。なるほど。ここは一度でも触っちゃうと下に落とされるよね。障害物扱いということですね。飛んでいれば何の問題もなかった。今度は夜の部か。より当たりやすくなってるね。下から当たるの。結局戻されちゃったね。そりゃないですよ。これは避けるしかなさそうですね。何やってんの。復活。どうせなら回復しておこうかな。すべての回復を使い切ったね。半分諦めてます。ここは上をジャンプしないと。カボタンで行かないの。やはりクロストの方が操作しやすいです。まあ、いわゆるアクションの動きだしね。なんだ。お。アンドックキューブ。本当にあったわね。月下のアンドックジュエルがありそうって予想が当たりましたね。10日前ナンバー1。誰かが前に同じように来たのね。同じ流れですね。ジャーククロスト。そういうことか。先に来た人間だったんですね。何回違うの。クロストだと無効化できるの完全に忘れてます。さすがの頭ね。嘘。こいつは氷じゃないんだ。見た目は氷のにね。嘘でしょ。まさか。はい、動きません。マジかよ。そんな、セーブしてないのに。このままキーボードで進めば。慣れてないのに今さら無理です。どうしよう。やり直すしかないでしょ。結構進んだのに。でもどうしようもないよね。まあ、そうですよね。諦めるしかないね。そうか。USB。 結局ゲームを再起動です。今度は大丈夫かな。うん、動きは悪くないです。
もちろん撮ってないことになってます。全部やり直すのね。そうなります。さて、ここですね。よし。これは、どうやらこういうことかな。そういうことね。特に問題なかったです。おお、開いた。新たなスキルですね。雷だね。どうすればいいのかな。戻ればいいんじゃない。結構大変そうですね。せめてセーブのところまでは戻りたい。この下か。ちょ、何やってるの。だんだん面倒くさくなってきてます。それにしても。あ。マジで何なの？平らな気持ちとはこういうことか。またやり直しじゃない。その方が面倒くさいことを忘れてました。こうなったらどれだけ面倒くさいか。全部をご覧ください。連打が激しいわね。ただでさえ連打してますからね。5倍速だと面白いことになりますね。そうか、取り忘れてました。そうだね、これを取らないと意味ないね。メッセージも一応読んでおきました。さて、もうすぐ到着ですよ。お疲れ様でした。怒涛の勢いだったね。さて、無事に帰るまでが遠足です。遠足だったの。気分的には登山です。そうだったんだ。この下がセーブの層ですね。え、でも危ないよ。トゲがあるよ。え。あ、危なかった。敵に当たってくれたおかげで助かりました。まだピンチ真っただ中だけどね。ふう、なんとかなりそうです。よく切り抜けたわね。ここがセーブですよね。よっしゃー。なんとか生還できました。というところで今回は終わりにします。いろいろとアクシデントが多かったね。次回はまたボス戦です。ノクターン。頑張ってね、ノクターン。